ライトアップ時の外観京都市美術館は、京都府京都市左京区岡崎の岡崎公園にある美術館。1933年開館。公立美術館としては、東京都美術館に次ぎ、日本で2番目に開館した。京都市内にある国公立の博物館、美術館4館で構成する、京都ミュージアム図法の一つである。コレクションは、明治以降から1990年頃にまで至る。日本画、洋画、工芸作品などが中心。主な展覧会はこれらコレクションを年数回テーマを変えて展示替えする常設展のほか、各種公募展、大学の卒業展などがある。また、新聞社主催の大規模展覧会が集客の核になっている。2020年のリニューアルに伴い、京セラが命名権を取得し、2020年3月21日の再オープンに先立ち2019年から京都市京セラ美術館の呼称を用いている。なお、伏見区の京セラ本社にある京セラギャラリーとは異なる。館長はリニューアル案の設計者でもある建築家の青木淳氏。リニューアル前の京都市美術館1928年に京都で行われた昭和天皇即位の礼を記念して計画が始まったため、当初は大礼記念京都美術館という名称であった。定館様式の本館は、前田健次郎の設計コンペ当選案を、元京都市土木局永全課が設計したもので、現存する日本の公立美術館では、最も古い。当初は、東京都美術館同様に公募展の貸し会場となったほか、独自のコレクションを形成し、常設展も開始した。敗戦後駐留軍により接収されていた。1952年の接収解除時に京都市美術館に改称。2000年には公募展などの増加に対応するため別館を開館している。2017年4月10日から施設リニューアルのため休館。リニューアルオープンは2020年3月21日を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大及びそれに伴う緊急事態宣言発令の影響により解除後の5月26日まで延期され、開館後も当面の間は事前予約制、人数制限、不検挙を超えた移動自粛を考慮し、来場者は京都府在住者に限定させるといった処置を行っていた。開館80周年にあたる2014年に京都市は京都市美術館将来構想を策定した。翌年には京都市美術館再整備基本計画を策定し、公募型プロポーザルにより、応募者の中から青木淳氏、西沢哲夫設計共同体の案が選ばれた。リニューアル工事は休館後の2018年1月に始まり、2019年10月に竣工し、2019年11月には報道陣や美術関係者や一般市民に対する公開が行われた。この案では、元々の建物にあったものの見失われていた東西軸が強調されるなど長年の使用により使われなくなっていた空間の可能性を発掘しようとした。また観客の動線が大幅に刷新された。まず玄関周辺にミュージアムカフェやミュージアムショップなどの開かれた施設を置くために西側広場を掘り込んでスロープ状の広場、京セラスクエアに変え掘り込みであらわになった。従来の玄関の下側の地下1階部分にガラスをはめて、新玄関やカフェミュージアムショップなどからなるガラスリボンという空間を作り出した。観客は地下1階から入り、かつての地下下足室だった空間から新設の大階段を経て中央ホールに入る。この中央ホールが館内各所へのハブとなる。本館の北側が企画展、公募展などに使われ、南回廊1階にはこれまでなかった美術館コレクションの常設展示室が設けられる。館内にある開館以来の装飾などはほぼそのまま残り、美術館の歴史を継承する。南北にある中庭が設備機器に占拠され非公開になっていたのを改め、南中庭を復元し、天の中庭とし、北中庭はガラス天井を張った吹き抜け空間、光の広間にした。ここは、パーティーやイベント等に使用される。美術館の北東側にあった川崎清による設計の収蔵棟は新たな設備室及び現代美術に対応する1000平方メートル規模の新展示室、収蔵庫、オフィス等を収容した新館、東山球部として改装され、屋上庭園が設けられている。その外側に広がる日本庭園は、第4回内国勧業博覧会会場跡の岡崎公園に、明治42年に作られた京都市商品陳列所の庭園として7代目、小川治兵衛が作定したもので、京都市美術館建設のために、京都市商品陳列館が撤去された際に、庭園は残されて、現在に至っている。一方、新館建設などリニューアルを実施するのに合わせ、京都市は2016年9月1日から30日にかけ、費用の獲得と相性を決める目的で命名権の募集を実施したが、市民団体や有識者などからは、公共の文化財に一企業の名称が被るのはふさわしくないなどの異論が出ている。同年10月6日、京都市は同市伏見区に本社を置く京セラに命名権を売却すると発表した。再オープン時から京都市京セラ美術館の名称が用いられる。命名権料は再オープン時から50年契約の総額50億円で2017年度から2019年度に3回に分けて支払われる。これにより、リニューアルにかかる整備事業費のおよそ半額が賄われる。京都市美術館の看板、大礼記念という文字が消されている。以下の建造物、工作物7件は2020年、国の登録有形文化財に登録。京都市美術館別館。ありがとうございます。